願いします。というわけで、なんと私たち今回ユニバーサルスタジオジャパンに来ました。ありがとうございます。佐久間がちょっとまだいない。佐久間、佐久間、あ、来た来た来た、剥ぎ取ってきた。あれ、ようこそユニバーサルスタジオジャパン。みんなもこれをつけて楽しもう。はい、俺恐竜がいい。じゃあ俺もサメリーです。じゃあ授けよう。ありがとうございます。ちょっとやっぱ濡れてますね。結構びしょびしょなんだ。今回 USJ で行う企画はこちら、感想下手だと乗れません USJ 体験レポートバトル。おお、ルールを説明します。はい、今から回るアトラクション、体験できるのは4人のみです。ちゃんと見てください。衝撃で限定限定、今の限定、今から回るアトラクションを体験できる4人のみ、各アトラクションごとに4人が体験し感想をレポートしてもらいます。体験しなかった1人にダメなレポートとされた人は次のアトラクションを体験できません。あ、なるほど。あ、じゃあ逆に1回乗れなかった人は次もほぼ乗れる。そう、絶対乗れます。なるほどね。うわ、1人乗れるのきついな。ちなみに最初のアトラクションは呪術廻戦ザ・リアル 4D なのですが、初めて乗る。どうやって4人を決めるかというと、はい、これ、これ何、これそれ五郎丸ですか。好きなのに、もうそれスパイダーマン。それスパイダーマン。じゃあ取っといてもらう。割り箸で決めたいと思います。最初はね、そういう感じ。せーの、じゃないの、これ怖い。皆さん、学生です。おいしょ、イエーイ。イエーイ。いや、ないです、ないです。うわ、レポートを楽しみにしていてください。俺唯一乗ったことないのに。残念だな。さあ、というわけで中にやってまいりました。まずですね、こちら来たんですけど、呪術廻戦ですね。はい、今回ちょっと新しくね、ストーリーとかもなんか大阪校ができるんでしょ。大阪校ができるんですね。これに招待されたセットだし、俺らも呪い使えるってこと。使えるかもしれない。出てきたらいける。下行けるかもしれない。展開できるよ、これ。両手ができるかも。ちょっと、ごめんなさい。考える。新しい。楽しみ。それちょっと違う。違う。ベジータだ。それ違う。ベジータ。ベジータ。じゃあちょっと橋本さん、俺と同じでください。ないな。だから、俺マジで本当に泣きたくなった。橋本さん好きなキャラクターとか。あ、俺クゲサキ大好きよね。そうなんだ。クゲサキ、イバラちゃん、ちょっとすごい気が強い女の子なんだけど、すごい鋭くがいい。ああね。じゃあ今から我々会っていきます。じゃあ失礼します。あ、ごめん。いやー、どんな感じなんだろうね。楽しみ。今から散歩タイム。さあ、というわけでやってきた一人時間、どうしよう。この30分を有効に使いたい。いいね、こんぐらいか。絶対使ってね。ぜひ一緒に踊りませんか。お猿楽しんでますよ。いいのってどこにいるんだろう。この猿に聞いてみよう。ありがとうございます。キャラクターと一緒に自撮り撮れるかチャレンジ、今からやっていきたいと思います。個人的にはミニオンと撮りたいんで、ちょっとミニオン探しに行きたいと思います。ミニオン来た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 。どうしたらいいんだ。どうしたら撃つんだ。うわぁ、こうか。来た、ミニオン。ミニオン、もうちょっと来れないか。ミニオン、バイバイ。カメラ目線で、はい、チーズ。ありがとう、バイバイ。皆さん、お楽しみいただけましたか。おかえり。なんか食ってんな。何してんの。どうした、どうした。おい、何してんの。めっちゃなんか満喫してんじゃん。どう、楽しかった。楽しかったよ。ちょ、その前に何言う。それおかしいでしょ。ごめん、チュロスなんだけど、上の部分食べちゃったから今ハゲた。ふざけんな。しかも呪術関係ないの。呪術関係ある。呪術回戦のポップコーンじゃん。これも食べたい。え、絶対食べよう。これも肉まんだ。玉犬まんとチュリトス。え、あってどれ食べよう。チュリトスのコーラフレーバーって俺初めて見た。
てってるん。さらに五条先生がいます。たまらんわこれ、めっちゃうまい。俺こんな美味しいチュロス食べたの初めてかも。いろんな味がする。めっちゃ優しい方が人数分って言って、マジ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 えマジ入ってるでしょ中。そうすげえ、ありがとうございます。すごい、これやばくない、うん、いただきます。これで飲めんのいいね。いいわ、めちゃめちゃ蘇る。うん、いやもうさ、マジセンブリ入ってんじゃねえかなと思ったんですよ。もしたら感服するよ、その執念に。皆さん30秒でいきたいと思います。30秒、はい、30秒で言い切ってください。最初グッチグッパイ、あーどっち、最初グッチグッパイ、あー最初グッチグッパイ、あー整った、整っていいよ。それではいきます。はい、佐川くんの挑戦です。よーいスタート。まず入るじゃないですか。でまずそのなんか本番の前のなんか最初のなんかちょっと説明みたいなのあるんですよ。まずそこで主演キャラクターの3人がシルエットで登場するんですよ。おその時点でちょっとまずワクワクが来るんだよ。おうおうおう、ある3人だなってなる。おうおうおう、でそのままあの本ちゃんのとこに移動してって、でバンって出てきたら立体の主人公たち、おバンって出てきて、でも早速赤いから出てくるんだけど、釘崎とかがめっちゃ 3D でこっちをこう助けてくれるんですよ。おー釘崎こっちでピンチになって、そう助けてくれる。あ、終わりです。はぎだ、やばい、これ結構やばいんじゃない。一番聞きたいとこがちょっと聞けなかったよし、じゃあ次水君任せな、スピード感も任せな、任せな。それではいきます、水君の挑戦です。よーいスタート。まず前提として黒石っていう学園長に僕たちは大阪校の生徒として招待されるわけですよ。あーなるほど。それであのその高校に入るわけですけど、そこの学園長がどうやらちょっと怪しい影がある。あそこであのですね、僕たちはそこの事件に巻き込まれるんですよ、あの妖怪たちの。そこであの虎杖たちが僕たちを助けに来てくれます。そこで果たして僕たちは助かるのか助からないのか、それは入ってからのお楽しみです。おー余ってます。いきますよ。 OK、 いいですか。はい、ゆうと挑戦、よーいスタート。まず僕正直呪術回戦あんま見たことありませんでした。でもね、うん、メインの3人知ってる細かい、まず全てがもうね、演出とかも忍び込んでんだけど、実はその忍び込んでるところの周りを見渡してみると実は主人公3人隠れてたりとか、それいいね、うん、そういうとこ隠れてるんだよね。で 4D なので、うん、あのより主人公たちと一緒の目線で戦ってる目線なので、 4D なんだ、より皆さんの素晴らしさを感じることができる。あのね、ジャニーズで初めて見たライブの感覚をもう一度なんか心味わえる。以上です。おこれこの格好結構だ。見終わったことある。まだ出てないのあるよ、まだあるの、いっぱいある、いっぱいある。 OK、 いきますよ。よし、ガイさんの挑戦、はい、よーいスタート。4D だけじゃないからね、水とか椅子がグラングラン動いたりとか、え、水も出るの？風が出たりとかまずすごいと。でまず、まあ、いろいろ聞いたからも分かると思うけど、俺がやっぱポイントだったのは読んでる人ほど楽しい、やっぱり。なるほどね、うん、なんかこう東堂が虎杖にブラザーっていう、うん、要素があったりとか、ね、それぞれの領域展開のキャラクターも出てくるタイミングとかめっちゃいいのよ、うんうん、とにかくいいのよ、うん、でもうそれでいてやっぱ五条先生とかが結構そのユニバに絡んだセリフとかを出してくれるの。もう完璧オリジナル、うん、原作だったら絶対ありえない、うん、ちょっとユニバ行ってきちゃってみたいので、うん、こうオリジナル感もあるっていう。終了。そう余韻もあるんだよ。じゃあでビリ乗れないんでしょ。ビリ乗れない。はい、いきます。1、水木です。よいしょ。やっぱね、行きたいところがちょっと固まってた、正直状況説明できたからね。まずちょっとその順番も加味してね。あ、もちろん、いきます。俺ら言うことなかったもん。よしよしよし、1抜け。第2位、ガリさんです。やばい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 。俺マジで本当に言いたいんだけど、ユニバでしか聞けないっていうのが大事なんだよ。あ、確かに確かに。うわー、ちょっとこれはまずいな。第3位はユピーです。よし、これはしょうがない。これはしょうがない。これはやばい、これは自覚あるよ。いや今回ちょっとさすがに分かってた。誰？いやだって間に合ってるんだもん。一番有利だったんだよ。全然間に合ってるんだもん、うん、次のアトラクションじゃね。確かに次大事じゃない、マジで。次乗るのはハリウッドドリームザライドでございます。いやしんどいな、ちょっとマジか。ユニバといえばみたいなやつだよね。 あれいいよ、あれマジでいいよ。うわ、私も我々5人乗りましたからね。乗ったね、5人だわ。うわ、マジか。横一で乗るってこと？そう、4人だから。はい、というわけで、来ました。はい、ごめんごめんごめん。ハリウッドドリームザライド。ザライド。じゃあできた、目の前。あれ？はい。
来ました。いや久しぶりだね。前向きと後ろ向きがあるやつ。そう、今回前向きでしょ。前向きらしいです。前回両方乗ったよね。乗ったそうだよね。楽しかった。じゃあ行きましょうか。ね、すぐ行こう。じゃあちょっとごめんね。俺たちは今から楽しむから、お前はそこで見てて。ユニバの CM の最後。いってらっしゃい。さあ、というわけでやってまいりました。今日紹介するのはこちらのバラです。素敵に咲いております、白いバラですね。こちらね、今シーズンらしくて今バラになっております。あ、なんかすごいいい感じよ。本当ですか。はい、動画意外とね、人があの通り過ぎるところであるんですけどね。以上、ハリウッドドリームザライト待ち中のところです。さあ来ました。あの登ってるやつが、今ね、あのメンバーが乗ってるやつかと思われます。落ちていった。先が見えない。さあどうなっているんだ。あの先がどうなっているのか僕には分からない。猛スピードで走り、さあ呪術廻戦の曲がどうやら流れているらしい。来た。さあ一山一谷二山二谷、そして三つ目の山を越えてここに参ってくる。来た。さあ待ちついてくれるか。イエーイ。あれ、痛い。イエーイはい。お帰りなさいませ。せーの、チャジャグ、チャジャグ、くそー、チャジャグ、チャジャグ、よし20秒よし20秒じゃあ水子いきます。よーい、ドン。まあね、このなんといってもね、このジェットコースターの特徴といえばやっぱ音楽が聴けること。その中で5曲あったんですけど、テイラースイストとかもありました。その中で僕は今回呪術廻戦のキキタンを選びました。あ、いいですね。それをですね、あのやっぱ浮遊感、疾走感の中で曲を聴くとやっぱそのね、ワクワクも高まりますし、あとね、やっぱり大阪のこのユニバが一望できる景色っていうのはやっぱここでしか味わえないなと思いました。わーい、ガリさん行きますか。準備 OK。 いいよいいよ。じゃあ行きます。よーい、ドン。お前音質が好きやね。あ、好き。マジで耳元でずっと鳴ってんのよ。あ、そう、やばいわ。ちょっとこ俺らの体近く入れるから、ちょっとこう、多分そういう機能はないんだけど、いろんなところからワイドで聞こえる感じもあるし、何より俺ら最善だったんですよ。風全部来ます。あ、いいっす。もうめちゃめちゃ気持ちいいです。ミュージックも言ったけど景色最高です。多分夜はめっちゃ綺麗です。で、朝もめっちゃ気持ちいいです。いつ乗っても最高です。あ、そう、全部言いよったな、お前。じゃあ行きます、橋本さん、よーい、ダン。想像してごらん、闇を払ってんとこで浮遊しながら降りるってこと。あ、いいっすね。うわーって、あそこで浮くんだよ。そこが最高だったし、かつ音楽が入ることによってこのジェットコースターは100が1000にも1万にもなる。で、今回この曲を選んで俺は1万だった。だからこの曲じゃないと俺はこのジェットコースターの楽しみは味わえないんじゃないかなと思った。なるほど。正直マジで最高でした。うわ、やば。準備はいいですか。はい、行きます、よーい、ダン。やっぱこれ呪術の歌にしたんだけれども、やっぱこのジェットコースターとこの音楽を合わせて体験できるここしかないっていうのを改めて感じて、もうまさにジェットコースター乗りながらのクラブみたいな感じで、全身がふかふか浮いてる感じでした。それ何よりも佐久間があそこで待ってくれた、それがメンバー愛を感じて、すごく僕はね、最高な人生で、今までに最高のジェットコースターになりました。うわーい、これむずいな。1位いきます。1位はガリさん。うわっそいや、やっぱ音質の話はでかいな。確かに。次じゃあ2位行きます。橋本さんです。うまいじゃん。ちょっと待ってよ。いや、話しちゃった。見ることなかったじゃん。橋本さん、やっぱりね、第1回戦のやっぱりあの苦しさがやっぱり、あ、どうしようじゃねえかよ。いや、じゃあの呪術廻戦で乗れるのは今しかないよっていうことを伝えてくれたんだよ。確かに、大事。そう。3位はゆうと。うわっ、
何よりやっぱり、で楽しさもやっぱちゃんと伝えてくれたの。それもう5秒6秒ぐらい伝えてくれた、ギュッて、はいはいはい、伝えてくれたんだけど、はいはい、俺が待ってたことによって今回しか楽しめないジェットコースターになったよねってことを伝えてくれたらやっぱ嬉しかったですね。しょうがない、今なんか負けたから言えるけど俺曲名間違えたし、まさしくは解決したんで。さあということで、次行く場所を聞きました。次が、はい、聞きました。どこ大事よこれ。次行くのはザ・フライグダイナソー。一番のやつじゃん。ちょっとマジで腹立つ。マジで本当最悪だよ。あれだってこうやってこうやって超乗りたかった。いやあれマジで一番すごい。俺よかった、あれ乗るためにユニバー来るんですよ。行きましょう、レッツゴー。レストランに来ております。はい、ジュラシックパークとかの近くにあるディスカバリーレストランというディスカバリー、来ておりまして、こちらですね、まあ、説明不要少数派ゲームをやります。出た、マジ。その選択肢こちら、ドン。え、1個ローストビーフ丼。これマジ恐竜の肉ですか。いや、ビーフなので牛肉です。面白い言うと。で、もう2個目こちら、ロコモコ風丼ですね。うわ、いや、まあもういっちゃいますか、パッとね。確かに、俺も決まった、今日これ一戦だけ。そう、一戦。あ、これ終わったらフライングダイナソーですからね。うわー、マジかよ。ガリさんが一番大事ガル、そう。いけつな。じゃあもう一発でいくよ、ガリさん隠して。はい、はい、いきますよ、せーの。どっち我々が A B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  すごいな。見てください。これすごない？まるで宝石箱ですよ、これ。菊丸さんまるでまで行く。まるで宝石箱。まるでまで行ったらなんかそんななの。今、美味しいね。美味しい。いいな。ダイナソー。おもろお前。お前。お前めっちゃ面白いじゃん。マジやりづらい。おもろっ。もうめちゃめちゃ美味しいよ。だってうわこの雰囲気も相まってなんかすごい、本当なんかすごいいいよね、上とか、うん、上とかすごいね。さあじゃあもういい具合ですかね。はい、ね、もうじゃあもう次に行きますよ、もう早速。はい、さあフライングダイナソー行きましょう。よし、行ってきます。さあということでフライングダイナソーにやっていきましょう。はいはいはい。ワイさん一番好きなやつや。いやマジで俺これ乗るためにユニバー来たりするから、マジで本当に、ね、超楽しいよね。でもこれね、開放感がいいよね。そうなんだよ、そう、本当に空飛んでるみたいな。はい、さあそれではもう行きましょうか。はい、行きましょう、行きましょう。バイバーイ。バイバーイ。なんかすることある？いや俺さ、一人じゃ何もできないからさ、これまだ2回、人生で2回目ユニバーサルスタジオジャパン、なんかあるのかな。ちょっと本当に詳しくなさすぎて、なんだ、何どこに何があるかも分かんないのよ俺。いやーいいなー、ほら楽しそう。いやなんかできればよかったんだけどね、ちょっとあまりにも分からない。あー、いた、見つけた。あれそうでしょ、あれ多分ユートだな、あの一番前、 L2 の一番前。ほらほらほら、あれそうじゃない。あー、気づいた気づいた。おい、いやーこれ超楽しいだろうな、正直超羨ましいもん。ザ・フライングダイナソー、楽しみいただけましたか。楽しかった。やばいやばい。じゃあタイムリミット15秒で。はい、15秒ね。最初の挑戦です。早すぎ。やばい。はい。とにかく浮遊感がすごい。角度がすごいの。日本探してもこの角度になって行くのはまずここだけ。しかも日本探してもここが一番すごいの。しかも G が一番やばい。G かつ回る。しかも長いの。日本一だと思ってます。角度が一番すごいんで、そこが一番ユニーク。終了。なじむこと
短いな。まあまあまあでも頑張って詰め込んだ感じがしました。よし、ガイザーの挑戦です。はい、よーい、スタート。まず名前がフライングダイナソーだよ。え、だいたいジェットコースターってこうじゃん。じゃなくてフライングダイナソーになれるの？スプテラマトになれんの？えぐいじゃん。で、こういくでしょ。ジャイロした時のこの景色でちょうどこの時間だから、あの昼と夜の境目がグワーって、あ、いいね、夜もグワーっていつもできるの。素敵。終了です。早いな、早い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 、やばい、十分やばい、いいかもね。でもなんか、じゃあ行きます。高橋優斗さんの挑戦です、はい、スタート。まずこの、あの飛べるっていうのもすごく楽しかったんだけど、この時間が良かった。もう夜景がやっぱね、一望できるのが違 う、しかもちょっと余裕見て怖いんだけど、前を見上げてみるともうほんと綺麗な景色が広がっていて、なんか嫌なこと全部吹き飛びました。終了。うわ、やばいこれ。じゃあ最後、はい、佐久間の挑戦です。よーい、スタート。みずこスターになりたいでしょ、みんなのこうスターになりたいでしょ、うん、これに乗ったらね、あの USJ をね、もう自分の手に、自分の手の自分のものにしたかのようにね、あの格好できるわけよ。 USJ をこうブワーってね、夜景をねこうブワーっていけてね、あーもう気持ちいい、でも全部気持ちいい。終了。さあということで、定まりました、私の中で。お願いします。まず第1位の発表です。はい、第1位はガリさん。まあ、すげえなー。ガリさんまでそういうやつや。やっぱね、その情報力がすごかった。そのちゃんと自分の中で処理して話してる感じが伝わりやすかったですね。第1位です。耳が第2位、あしもっちゃんです。あーちょっと毎回ここ残んなきゃいけない。最後、いやマジで頼む。3位、じゃんけんで決めてください。正直、いやもう優斗はガリさんが言ってたその景色のことの一点張りで、佐久間はもう何言ってるか分かんなかった。運でじゃんけんで、よし行こう。次に乗るアトラクションはミニオン。はちゃめちゃライドです。いや乗りたかったな。ミニオンはすごい、ね、俺初めて乗る。知ってる人いる？あ、乗った乗った。どんな感じ？はちゃめちゃですよ。じゃあ4人で行くからお前はそこで見てて。ということでミニオンに到着しました。ミニオン好き？ミニオンね、俺ね映画全部見てんだよ。マジ？よりによってなんでこれ乗れたのかな。お前はそこで見てて。クマパプカーを探しに行きます。パプカー、うわ、あ、ミニオンのお店だよ。サンタミニオンマン、カニクリームだって美味しそう。ギムマン、チョコ、あ、チュリトさんじゃん。さっき食べたかったです。トリオでミニオンカスタード、いただいてます。